ます。ポン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 とペロペロポンです。今日はこの髪の長さになったので、帽子をかぶってツインテールの髪型に調整していこうと思います。ペロね、もう帽子がびっくりするくらい似合わなくて、キャップとかもね、すんごい好きなんだけど、お気に入りのキャップはリュックにつけたりとかしてるんだけど、なんかね、このタイプの帽子が一番似合うっていうか、一番なんか大丈夫な帽子っていうことが最近分かったの。じゃあ今からツインテールにしていきまーす。はい、これノーマルタイプね。もう本当に髪伸びたから切りに行こうかと思ってたんだけど、いろいろとねヘアアレンジができるからちょっと伸ばしてみようかなって思ったんだよね。これ帽子どこやったっけ。耳の横くらいがいいかな。耳より上だとやばいかな。なんかめっちゃキューンってなってない。今日ね前髪がね失敗してね、すごい髪の毛が長いのが前に垂れてくるの。前髪失敗するともう一日中やばくなるよね前髪。あーなんかこの位置のツインテールが似合わない。できた。え、なんかこっちはシュンってなってるのにこっちはピヨーンってなってない。なんでだろう。そしたら帽子をかぶっていきます。あ、なんか帽子かぶったら落ち着いた。やべー、インナーカラーが見える。じゃーん、ツインテールの帽子ができました。似合う？なんか兵隊さんみたいだね会場で働いてそう。っていうかね、昨日でワンマンライブが終わったから、ワンマンライブのためのねエンディングだと変な感じになるから、新しいエンディングをねどうしようかなって思っててね、すごい最近悩んでるんだよね。でも今日は眠いから寝る。だからね、明日か明後日くらいに新しいエンディングを考えて作って、それにこれからするので、もしこんなエンディングどうとかあったらぜひコメントお願いします。写真がいいとか、写真に文字を入れたやつがいいとか、またライブ映像がいいなとか。ちょっと前まではね、ふわふわお化けっていうプロが考えたキャラクターの絵を使って、そこに文字を入れて高評価ボタンお願いしますとか書いてたんだけど、そういう絵イラストがいいなとか、なんかいろいろとね、なんかこういうエンディング使ってる人面白かったよとか、なんかあったらコメント欄で教えてほしいです。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。 Twitter のフォローもよかったらよろしくお願いします。パソコンの人はこちらから、携帯の人はこちらから。じゃあねー。